気仙沼と南三陸を、一つの施設で、処理しようかということで当初は進めてはいたようなんですけれども、それがなかなか頓挫してしまったこともありまして、三陸町の分については町内の、在郷地区というところに二次処理施設の整備をですね、地権者の協力をいただいて、25年度中26年の3月までには全ての、一次処理の部分についてはですね、二次処理施設で、完了する見込みでございます。特筆すべきはリサイクル率が 98% 以上ですから、ほぼ 100% に近い形で、処理ができる。基本的には津波で浸水して、地域については今後災害危険区域に、全て指定する予定でございますので、前のところに同じように住居の再建というのはこれからおそらくできませんので、基本的には全て高台への移転という形になろうかと思います。今回震災後ですね、仮設住宅は全部で58箇所に約2200棟あるんですけれども、町内の用地だけでは足りないものですから、隣の登米市にもですね、一定規模の仮設住宅をお願いしてるんですね。だからこれからいち早く、高台移転のための用地の造成と、または今後のことを考えて、一戸建ての建物で災害公営住宅に入居希望者もおられますので、町でもその災害公営住宅の整備も、町内で全部でだいたい1000戸予定してますけれども、その事業の、を早めに進めていかなくちゃいけないというふうには考えております。震災直後から、1年経った段階で大体人口がですね、2000名くらいやっぱり減ってるんですね。うち800名が犠牲者にしても1200名以上が転出なさってるということなので、この町でも早く復興の見通しをしっかり立てて、とにかく定住化に向けて、施設の整備を進めていかなくちゃいけないというふうには思ってます。併せて、問題は町への愛着心を捨てないようにという形でいろいろ仕掛けもしていかなくちゃいけないんで、町で進めているその復興の事業の様子とか、イベントとかですね、それは隣にいる登米市の皆さんにもきちんと伝わるような形で、フォトパネルをその情報端末を提供したり、あとはコミュニティ FM 放送がございますので、そちらの放送を利用しながらいろいろな情報を提供するという形で、なるべく南三陸町にしっかり向いていってもらう、そういった仕掛けだけは継続して行っております。